じゃあ今年もお疲れ乾杯って言った瞬間にピロンってなってパッて見たらお父さんで、うわバレた、どうしよう、乾杯どころじゃないみたいになって、忙しいだけど帰ってきてくれたら嬉しいなとか言ってるのを撮ってて、でもうボロボロの涙出てきて、やばいっすねそれね。一応来年いっぱいにできればいいな結婚なんすか。いやいや、やめるの。え、家族構成ってありましたね、どんな感じ。私の家族構成はお父さん、お母さん、ちなみにここは超ラブラブ、いまだに。へえ。手をつないで歩くぐらい仲いいです。 お父さんがお母さん大好きすぎてるんで。お父さんはお母さんが好き、大好きですもん。で、私が長女で、弟が高校離れてて、妹がその年後で1個下。3人兄弟。はい。で最初だからその、まあ、例えばスカウトされてエブ行った時ってご家族の方には言ってない。言ってないね、言えない、うん、だってちょっとしたエロシーンがあるドラマを一緒に見ることすらできないぐらいあれですかっていうご家庭やった。ちょっともう濡れ場なんか出てきた時にはもうちょっとなんかすごい気まずいなみたいな感じなんで。あ、そのもう家族団らんでやってて、はいはい、でそのようなご家庭でまあもう今やもう愛かじゃないですか、はい。それってどのタイミング、まだ知らないんですか。いや知ってます。な、言っちゃったかな。あ、スカパー撮った時が2017年じゃないですか、はい、17年になりかけの2016年の忘年会の、はい、T パワーズの忘年会をちょうどしてる時ですよ、はい、に、じゃあ今年もお疲れ乾杯って言った瞬間にピロンってなってパッて見たらお父さんで、で何やろうと思ってパッて見たらめっちゃ長文来て、すごい言いづらいんやけどさみたいな、なんか2年ぐらい前から気づいててみたいな、お前出てるやろって言われて、うわバレた、どうしよう、乾杯どころじゃないみたいになって、忘年会中に、忘年会中です、始まった瞬間にもう今日がんない。この話大丈夫ですか。全然大丈夫です、言ってるんで。はい、はい、で、うわマジかと思って、うん、まあでもお前は結構その今までの感じからして止めたところで我が強いからやめてくれって言ってやめるタイプじゃないと思ってるみたいな、うん、だからどうこう言うつもりはないけど、うん、お母さんが悲しむのとかお母さんがどうこうなっちゃうのが一番嫌やみたいな、だからお母さんにだけはバレへんようになんとかしてくれって言って、で、ああそうかみたいなと思ってその返事をして、まあそうやって言ってくるのすごくわかる。でも一応私も中途半端、今となってはもう中途半端な気持ちでやってるわけではなくて、でその業界の中で女優1位2位を取るところまで来てると、だからやり遂げるとこまで納得いくとこまでやりたいと思ってる、だから理解してとは言わへんけどちょっと見守っててほしいみたいな感じ でしかもその一般のみんなが思ってるような業界じゃないんだよと、なんか結構和気あいあいと撮影もしてて、なんかよく昔はよくねその騙されたとか、はい、なんか無理やりやられたとかなんかそういうのあったかもしれないけど、うん、今は全然そんなことなくてすごい女優さんを大事にされてて、いい環境で自分の人生的にも欲しがってくれる人もいるし、すごいいい環境なんだよっていうのを説明したんですよ。そしたらまあそこまで言うんやったら無理やりにでも俺は理解するわって言ってくれたんですよ。ただ本当にさっきも言った通りお母さんにだけは気をつけてくれって言われた先にスカパー1度たんですよ、はい。そうしたら、ちょっと言っていい、もう勝手に使われちゃったんですよ、雑誌の表紙に。1位取ったみたいな感じになっちゃって、コンビニ誌で。私、コンビニ誌、要は相談なんですよ、基本。その時は。ボンって飾られてあると、100% バレるやろと思って、中身とかやったらまだしも、表面でそんな出されたら困るから、一応要は相談って感じにしてあったんですけど、そのパブ的には。やけど、もう良かれと思って使われちゃったんですね。でそれでお母さん多分見たっぽくて、雑誌発売日に連絡来て、お母さんから、うわどうしようと思って、ね、あんだけ黙ってたのに、姉ちゃん出てるんやなって言われて、で愛花ってなんか弟その時ちょっと野球をやってたんですよ、はい、で弟をこうやって応援、全力で家族で応援してたりとかしてたんですけど、弟の名前を検索するとスペース愛花で出てくる、愛花ってあんたやんなって言われて、あーもう名前いかせんわと思って、で
こんな感じになってしまうと、もう弟の野球の応援ですら心よく応援していいのかわからんみたいな、もうどんどんマイナスになっちゃってるんですよ。お母さんが病んでて、なんか今まで家族に優しかったお姉ちゃんも全部あれ嘘やったんやなとか、そんな風になっちゃって、いや違う違う違うと思ったけど、もう何言ってもお父さんに言ったようなことをそのまま伝えても、いやそんなこと言ってもさみたいな、やってることはそうやんか、でなんか家族のことは考えられへんかったみたいな、周りにどういう風に人間で見られんのみたいな、いろいろ言われた、もうお母さんたちも外出られへんやみたいな感じになっちゃって、あお父さんとは全然違うわ捉え方だと思って、どうしようと思ってお父さんに相談やと思って、お父さんにやばいバレたとか言ったら、あれは誰でも俺でも誰が見てもお前ってわかるわって言われて、あやっぱ私知ってんやと思って、お父さんもお母さんも同じ気持ちで、なんかお前を否定したいわけじゃなくて、まあ、俺らはもう普通の生き方で生きてきたから、一番の俺らの願いはお前が幸せに彼氏作って結婚して子供産んで幸せな家庭を築いてくれること、これだけが唯一の願いやねん、だからなんとかお前も気をつけろみたいな感じになって、分かったみたいな、そっから疎遠になっちゃったんです家族で。お母さんも家族の LINE があるんですけど、家族の LINE にすら現れなくなっちゃって、めっちゃ今日のなんとかはこんな感じでよんみたいな感じで送ってくる人なんですけど、全くそれも一切なくなっちゃって、でその時に母の日があって、母の日に私毎年贈り物してるんですけど、その時は盛大な花束をもうシンプルにプレゼントしたの、でっかいなこの花束ぐらいの花束を無言で送ったんですよ。で母の日に当日届いたっぽくて、そしたら家族の LINE が動いて写真が送られてきて、お姉ちゃんからこんな素敵な花束が届きましたみたいな、この花束を作る時にどんな気持ちでやってくれたかって考えるとすごく嬉しい気持ちになりましたみたいな感じで送られてきて、うわーよかったと思って、喜んでくれてよかったありがとうみたいな感じでそこの LINE は終わったんですけど、それでも実家に帰ったりとかそういう、ね、やり取りするわけにもいかんくて、でその年の私の9月の誕生日に、それこそ毎年まなちゃんとか他のメンバーがお祝いしてくれてたんですけど、その時 iPad を持ってきてって言われたんですよ、誕生日当日に、で謎めきながらも iPad 持ってったんですよ、その場に。そしたら URL 送られてきて、これ開いてみてって言われて、何と思ってパッて見て YouTube 再生したらパンパッパンプした瞬間に両親いるんですよ。でえっと思って、お母さんとお父さんおると思って、なんか家族全員のプレゼントムービーみたいな、誕生日ムービーみたいなやつを撮ってくれてたんですよ、友達が。インタビューさせてくださいみたいな感じで言ってて、あなんかなんとかですみたいな、今日は息子の試合を見に来てますみたいな、カッキーニとかで後ろでなんか野球やってる音がするんですよ。で、そうなんですねみたいな、なんかてか私もあなたぐらいの子供いるわみたいな、お姉ちゃん長女の子でねとかでお母さんが言い始めて、あそうや誕生日やみたいなって、今日誕生日なんですかおめでとうございますとか言って、でなんか最近実家とか全然帰ってきてくれないですけど、なんか元気にしてるんかなみたいな、前はよく家族でカラオケ行ったりボーリングとかしたりとかしてて楽しかったんやけど最近全然顔見してくれへんみたいな、また時間があったら忙しいやけど帰ってきてくれたら嬉しいなとか言ってるのを撮ってて、でもうボロボロ涙出てきて、やばいっすねそれね、で何これみたいな、なんかあんな感じで疎遠になってたのに家に帰ってきてほしいな、またみんなで家族で遊びたいなっていう言葉を親子が言ってるのを聞けて、そっから実家に帰る勇気が出て、ビデオレター見たよみたいな、ありがとうって言って、でちょうど私ずっと住民票移してないことに気づいて、住民票の変更もしやんとと思って、その次の春に帰った時に役所連れてってもらう時にお母さんに、あんた職業なんていうのみたいな言われて、うわ突っ込んでくんなこの人と思って、いやまあ美容師の手伝いとか、キャバとか夜の仕事って言うかなとか言って、それはそれでいいけど、あんた脱菜格好ちゃんとしてきたとか言って、東京から栃木に帰る前に脱菜格好してこいって言われたんですよお母さんに。あと装飾品全部外してきなみたいな。もう金持ってると思われたらいろいろ突っ込まれるからって言って、もう全部ピアスとかも全部アクセサリーも外して、で役所行ったら全然スムーズにできたんで、どうやったんなんか言われたって言われて、全然大丈夫でしたみたいな。よかったな、スムーズにいけて、食料突っ込まれたら終わりやわとかって言って、ああ、いやいや、それこの会話早く終わらんかなと思いながら、でもその後は普通にちゃんとご飯用意してくれて、普通に何気ない、たわいもない会話をして、実家に帰るっていう
あれを終えたんですけど、そこぐらいからその親との距離も縮まって、知ってはいるんやろけどそこに関してはもう突っ込んでこなくなって、そんな時にこの無慈悲な光、ここに何か置いてくれてあるんですけど、この無慈悲な光のこの作品がもともと舞台やったんですけど、その舞台を初めてやるってなった時に、舞台やったらエロないし、自分の仕事姿を見せれるいいチャンスやと思って、家族全員呼んだら、お父さんだけに言ったんや最初、お父さんに、いや舞台そういうことになってさ見に来てくれへんって言ったら、あちょっと日確認するわって言って、でその後日にお母さんに言おうか迷ってんねんけどどう思うって言ったら、えお母さんにも俺から言うたら俺より行く気満々やでって言われて、えーみたいになって、はいはいはい、でそれを結構前にツイッターにも上げたことがあって、お父さんとのやり取りを、でそしたらもう本当になんかいい家族ですね、お母さん良かったですねみたいな感じになって、なんか僕そもそも本気で今日もあの愛華ちゃんっていう人の話を聞きたいって思ったのが、僕本当にプロフェッショナルやと思ってて、AV の作品って僕一つのもう一本のドラマと何ら変わらない作品、一つの僕芸術やと思ってて、だから僕はめちゃくちゃリスペクトしてて、でその中でも僕はトップやと思ってるから愛華ちゃんって、だから今日も出てくださって本当に嬉しいし、なんかそういうご家族の話を聞いて、ちょっと一瞬うるっと僕も一瞬ちょっと泣きそうになった部分はあって、今多分芝居で泣こうと思えたら泣けるぐらいなところぐらいまで来てますね。なんかそのさっき言ったその初めて舞台に来てくれた時に、その親が席で待ってて、舞台終わった後にチェキ会みたいなやつがあって、なんか愛華さんのチェキ取りたい人こちらですみたいな、誰々さんこちらですみたいな感じでスタッフがこう並ばせるんですよ、でその時に思い切りして愛華さんのとか言うから、あんま大きい声でうちの様言わんといてみたいな感じで、もう一応バレてはいるけど、愛華イコール私やっていう認識をめっちゃはっきりくっきりバレちゃうからやめてと思ってて、大丈夫かなと思って客席ちらって見たら、お母さんがとかやってて、かわいいや、あ大丈夫そうやと思って、あれはめっちゃ微笑ましかったんですけど、愛華でちゃんと聞いてもあの笑顔出してくれるんやみたいな、あれめっちゃ嬉しかったですね。愛華ちゃんって今後例えば結婚とか子供とかビジョンとかある？もう急速に結婚して本当は子供5人欲しかったんですよ私急速っていうのは子供5人言うたらだいぶ早いですよ。もう急がなあかんのに全然結婚もできなければ子供なんて産めるんかいな私って感じで、自分3人兄弟で本当良かったなと思うんですよ、なんならもうちょっと言ったらもっと楽しかったのかなぐらいで、だから5人家族5人兄弟いいなみたいな思ってたんですけど、まあ歳的にちょっと無謀かもしれんけど、まあ最低でも3人はやっぱ欲しいんですよね、ってなると早く結婚しなきゃいけないんですけど、恋愛を全くしないし結婚相手なんてもちろんできないし、はい、ビジョンゼロです。恋愛っていやモテるじゃないですか、きっと性格何ありです本気でそうなんですか、モテるじゃないですか、マジでモテないですよ。いやモテます、いやあの違うですよ、モテてるんですよ。モテてない、あなたはモテてるんです、あの世の中の男性から愛華はモテてるんですモテてないから、あのみんな男友達で友達なんですよ。ああなるほどなるほど、そっから付き合うとかなんか結婚とかいうのにはならないですか？友達やったらもうこの人と結婚したら絶対うまくいくわっていう男友達が何人もいるんですよ、はいはい、なんならそういう人に限って友達になりやすいんですよ、友達やったらずっと続くじゃないですか、はいはい、でもなんか付き合ってしまうとお互い嫌な面とかも見えてきちゃって、なんかさよならした時悲しいなってなっちゃうと友達でいいやってなっちゃう。なんか僕もすぐ友達になれるなって思いますもん、あのなんかその焼き鳥食いに行こうって一人でずっと17のライブでヒュンさんと焼き鳥食べに行って、その後お芝居の話をしてってリスナーを置いていきて、もうええから俺との話はええからいやうわこの子すごいな、純粋でやっぱスターやのに僕らからしたらでもし結婚するってなってその相手が見つかった、もうやめるって感じにする、やめるって感じするし、もはや私やめないと結婚できないなって思い始めてきて、だからなんかもういろいろちょっと終止符打ってそういう活動に専念しようかなみたいなってことは今現在2021年、今これ撮影してるの8月なんですけど、はいはいはい、現在この何歳まで
AV っていうのはやろうって思ってるんですか。大体な事務所の方にお前何聞いてんねんって言われるかもしれないですけど、どうすればいいんかな。一応来年いっぱいにできればいいな。結婚なんすか。いやいや、やめるの。え、 AV よ。 AV よ。結婚の予定がないのに。ないのに。ちょっとした夢もあって、私結構美容系の仕事やりたくて、美容系って美容師とかじゃなくて、あの自分がオーナーになる仕事をしたいんですよ。ほう。だからそこでも別に名前使っても仕事できるし、できますね。エロの仕事を辞めるだけで別にプロダクションを辞めなくてもいいかなみたいな。ほう、そっか。で言えばあれです、あの成瀬ここみちゃんとか、はいはいはい、まあ愛花っていう名前は全部スパッて捨てるわけじゃなくて、うん、AV をやめようかなって、うん、問題、かなりの問題発言ですけど、来年やめるっていう、 こんなとこで言うてええんかっていう。いや、やめるって宣言はまだ全然しないです。してないけど、やめる かもみたいな。やめたいな、目標ですね。だから要するに私の、でも彩花ちゃん、やめたいやめたい言うて一回もやめれてないからね。どうですね、今までまたやめる、やめたい言うて増えて、やめたい言うて売れて、やめたい言うて一回もやめれてないから、多分今回も無理でしょう、ね、もう売れたくない。今度は逆に売れたら惜しまれながらやめたいなって思いますね。そっか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 。 AV は